悠仁さまへの授乳のために一旦帰郷されていた紀子さまは、早朝6時前に秋篠宮邸をご出発。こうして再び3人が揃われたのです。午前8時55分になりました。今、秋篠宮さまと紀子さま、それにこのような本格的なご公務に同行されるのは初めて、ご長女の眞子さまが全日本高等学校馬術競技大会開会式が行われる会場に到着になりました。集まった皆様に今会釈をし、そして紀子さまは手をお振りになりまして貴賓席へと向かわれます。今日の眞子さまは白のジャケットにパンツルック、大変軽快なスタイルでご臨席です。皆さんには馬自体並びに馬の心を理解し、より一層技術を高めていっていただきたく思います。そしてこの素晴らしい環境の中で日頃の練習の成果を存分に発揮し、各地から参加された方々との交流を深められることを願っております。あいにくの濃霧の中での競技となりましたが、この春高校生になられた眞子さまにとっては出場選手は皆同世代。緊張しながらも親しみのこもった拍手を送っていました。同じ世代から見た眞子さまの印象はいかがでしょう。全然私より大人っぽいんで、全然なんか大学生な、知ってたんですけど、高校生なのは大学生みたいな感じだなと思いました。全然大人っぽくて。ご両親とともに初めて式典に臨まれた高校生の眞子さま。実はこのような親子でのご公務は珍しいことではないといいます。大体高校に入学された頃から、午後4時10分を回りました。秋篠宮さまとその後ろに紀子さま、眞子さまがこちら山梨県立博物館に到着されました。眞子さまは午前中学校の終業式をお済ませになりまして、車でこちら山梨県に向かわれました。秋篠宮さま、とてもにこやかな表情ですね。眞子さま、ちょっと緊張気味の様子ですが、背筋をピンと伸ばし、ご両親の後ろについて行かれます。先週金曜日、馬術競技大会ご出席に先立ち、山梨県立博物館を訪問された秋篠宮ご夫妻と眞子さま。3人は地元の江戸時代の農村風景を再現したジオラマを興味深げにご覧になりました。これが今ご覧になっているのは、春夏秋冬と農家の皆さんがその農作物を作っている様子、耕している様子、そして収穫の様子など季節ごとに展示されているジオラマをご覧になっています。お人形さんが400体ぐらいあるんですが、はい、一人一人の顔が違いますという説明されると、すぐにその、はい、フィギュアの顔をこう覗き込まれたりしまして、この女の人ですね、はい、よくご覧になってくださいと言いまして、はい、それでお近づきになられてから、はい、後ろに尻尾がありますよっていうふうに申し上げたら、はい、まあ、皆さん笑われたわけですよね。狐が人を化かすという昔話に声を上げて笑われたという眞子さま。また隅から展示品をご覧になっていた眞子さまを秋篠宮さまが手招きし、見やすい位置を教えてあげるという、そんな微笑ましい一幕もあったといいます。非常にこういう機会をですね、まあ、大事にされているということだろうというふうに思います。今まで、未知な部分を、まあ、こういう機会に一つでもこう勉強してほしいという、そういう親の願いのようなものじゃないんでしょうかね。実は眞子さまは小学校の卒業文集に、
今にも飛び立ちそうな鳥の絵を描きたいと思いますと綴っていたほど絵画に興味を持たれています。そんな眞子さまが次にご覧になったのが歌川広家。夏休みを利用しご両親と一緒に式典に出席された眞子さま。ご一家が最後に訪れたのも絵画に興味をお持ちの眞子さまが希望されたのでしょうか。平山郁夫美術館でした。先生、大役お疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。両殿下と眞子さまどのようなご様子だったでしょうか。いろいろ技術的なことなども、あれやはり勉強されててよくご存じですね。ガラスなんかの製法だとか、どういうふうな時代のだったか、どんなふうにこれ作ったのかっていうのが非常に、突っ込んだ、ご質問されてましたね。眞子さまからは質問はございましたね。もう、黙って聞かれて、なんかおもちゃの話になると、笑っておられたですからね。非常に和気あいあいで、ご両親は愛情を持って子供さんを、見ておられるという感じがしましたね。